この配信は X2、X3ウエスト全てのチームによります共同企画によって実現しております。画面に映し出されています多くの企業様や個人様のご寄付によりましてこの企画実現しております。現在のこの企画は募集させていただいております。画面にあります URL、 そして私の配信、この配信にあります説明概要欄にその申し込みショッピングカートの URL ございます。その企画にご賛同くださいますことをぜひともよろしくお願い申し上げます。さあ後半開始となっています。岡山パントによりこの攻撃権を放棄する形になりました。しかし相手陣地にボールを返す形には成功しており、ここでの攻守交代になっております。ゴールデンファイターズは自陣40ヤード付近からの攻撃と変わります。ゴールデンファイターズ自陣40ヤード付近よりパスアウト。ゴールデンファイターズ自陣40ヤードからファーストダウン10。さあランプレーから入りました。何枠42番にハンドオフしまして右オープンへ展開。味方ブロッカーが、非常にいいスクリーンを作りまして約1ヤードから2ヤードのゲインに変えています。ゴールデンファイターズセカンドダウン9。これは岡山ナイスディフェンス。ランプレー重ねるゴールデンファイターズキャリア42番にハンドオフをした瞬間、しかし岡山62番が殺到。そのハンドオフをした瞬間に仕留めまして約2ヤードロスに変えています。見事な対応いたしましたのは岡山スタンディングベアーズ62番の溝口です。大阪公立大学出身。岡山はまだ闘志を取れておりません。相手を押し返すワンプレー決めました。ゴールデンファイターズサードン11。これも止めた、ナイスタック。ゴールデンファイターズランプレーを重ねさらに攻撃を地上戦によって突破を図らんというところでしたが、このランプレーも岡山3番がタックルしましてこのプレー阻止しております。3番は佐藤です。一橋大学出身。ゴールデンファイターズフォースダウンでパントフォーメーションを取ります。ここでトラブル発生。おそらくですがゴールデンファイターズここでトリックプレーを敢行しようとしました。手前にあるウェッジブロックのプレイヤーに、ボールをそのままスナップしまして、そこからランを展開しようとしたかと思われますが、この時にプレーが乱れまして結果的にロスする形で攻撃権を失う形になります。結果的にはゴールデンファイターズ陣34ヤード付近で攻守交代。この位置から岡山の攻撃になります。岡山相手陣34ヤードからファーストダウン10。さあ大きなチャンスがやってきました。岡山なんとかチャンスをものにしたい。さあまずランプレーから入ります。何枠22番ハンドオフを託されまして左オフタックル付近に突入。ここはオフェンスライン見事な仕事をしまして約3ヤードから4ヤードのゲインを獲得しております。託されたボールを見事前進させましたのは22番の井上でした。摂南大学出身。岡山セカンドダウン6。さあ今度はオプションプレーです。ピッチしました41番の総力に託しまして右オープン展開図らせましたが、しかしこれはゴールデンファイターズ許しません。ノーゲインでサードオンに変わります。
がサーロン6ボールオン相手陣30ヤードここでランプレー、しかし取れた。今度は左に振りました。ラニワック22番に左オフタックル突破を図らせましたが、ここにゴールデンファイターズ96番が立ちはだかり、このランプレーを阻止。1ヤードロスに変えまして、フォースダウンに変えます。見事なロスタックル決めたのは96番の笹池でした。大阪工業大学出身。さあフォースダウンセブンの状況、岡山プレーします。フォースダウンギャンブル、突破なるでしょうか、タッチダウンなるでしょうか。パス不成功。ここで一気にタッチダウン狙いました。クォーターバック13番奥に走り込んだレシーバーにパスを投じました。レシーバーなんとかディフェンスと競り合いながらキャッチ試みましたが、しかしパスキャッチにならず、4回目の攻撃失敗という形になりますので、攻守交代、攻撃権変わりましてゴールデンファイターズに変わります。さあ岡山の攻撃しのいだゴールデンファイターズに攻撃権変わります。ゴールデンファイターズ自陣32ヤードからファーストダウン10。パス不成功。まずクォーターバックプレイアクションからパスを投じました。プレッシャーある中右にロールアウトし、ランニングバックにパスを投じましたが、しかし逆リードになったか、パス不成功でセカンドダウンに変わります。逆リードとはその選手の走る方向の反対側にパスを投げてしまう行為です。動きの逆側になるため、そのリードの反対逆側を突くという形で、国内では逆リードと総称しています。ゴールデンファイターズセカンドダウン10。このパスも不成功。クォーターバック外に展開したレシーバーにパスを投じましたが、プレッシャーを感じまして投げ捨てました。意図的にパスを投げ捨てロスを避ける形でこのダウンを終了します。ダウン変わってサードダウンに変わります。ゴールデンファイターズサードダウン10。さあここでドロープレーを展開しました。ここでパスによる突破を図るだろうと見ました。ディフェンスを逆に取るようにパスに見せかけたランプレー、ドロープレーを投入しましたが、ランに強い岡山ディフェンス見事にこれを封じましてフォースダウンに変えます。このランの強さは岡山の魅力でもあります。地上戦そして、守備において双方ともにランの攻守に優れたチームの特色が現れるワンプレーでもあります。しかしその攻撃の面でそれを封じられている点がこの試合の厳しいところになっています。パントとしました。そのパントによりまして岡山陣30ヤード付近で攻守交代になりまして、今度はこの位置から岡山の攻撃に変わります。現在ゴールデンファイターズの、オフェンスの方にやや単調感が感じられています。この反撃をつく形で岡山が得点狙えるかというところに期待したいところです。攻撃権変わりまして岡山自陣30ヤード間の攻撃、ファーストダウン10。
さあトスしまして左オープンつきました。プレーとしては、ボールが転がっておりましたが膝をつくのが先でプレーが終了する形になっております。しかし結果的にはゲインなくセカンドダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10。これはゴールデンファイターズのナイスディフェンス。岡山クォーターバック13番がハンドオフプレーから右オープンへのランプレーを展開しました。ランニングバック以外の選手が持つことで相手の意表をつかんというところでしたが、しかしこれをゴールデンファイターズ許しません。ディフェンス陣に殺到しまして、このランを阻止して約3ヤードから4ヤードのロスに変えています。岡山スタンディングベアーズサーダウン14。パス不成功。クォーターバック13番プレッシャー来る中下がりまして、ワイドレシーバー81番にパス。しかしこのパスプレッシャーからショートしましてパス不成功、フォースダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズフォースダウン14、パンプフォーメーションを取ります。これは大きなプレーが出ました。見事なパントを蹴りまして、そのパントを目測誤ったゴールデンファイターズイターナキャッチできず、しかもこの時にボールを触れました。触れたことによりましてこのパントボールはどちらが抑えても構いません。それを抑えましたのは岡山でした。従いまして岡山大きく前進し攻撃継続という形になります。岡山相手陣23ヤード付近からの攻撃に変わります。これは大きなチャンスが舞い込みました。岡山相手陣23ヤードからの攻撃を得ます。ここからのチャンス生かせるでしょうか。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。プレッシャークローターバック投じる。このパスはしかし不成功。パスにより一気に前進を図りました岡山。しかしクォーターバック13番下がるところをプレッシャーをかけまして、このパスをパス不成功に変えています。やはりゴールデンファイターズそのディフェンスの強さ現在も光っております。しかし岡山優位な位置にあります。ボールオン相手陣23ヤードからセカンドダウン10。プレッシャークキュービーサー。ここでゴールデンファイターズが見せた。クォーターバック下がりましてロングパスを投じようとしました。そこに猛然とブリッツをかけたゴールデンファイターズ。振りほどかんとクォーターバックなんとか回避しようとしましたが、それを引きずり倒しましたキュービーサー。パスを投じる前にそれ大きくロスに変えています。さあサーダウンロングの状況になっていますが、岡山なんとかこのチャンスを生かせるでしょうか。ボールオンは相手陣38ヤードの位置。サーダウンロング、ここでホイッスル。ここで岡山後半1回目のタイムアウトを投入します。
非常に面白い攻防になっています。岡山、先ほどの、パントのシチュエーションで大きなチャンスを得ました。一気にこれを生かさんと、パス攻撃に出ようとしましたが、その隙を 見計らいましてゴールデンファイターズディフェンス凄まじい勢いで襲いかかりまして、現在サードロングの状況に変えています。さあ岡山としては何としてもこのチャンスを生かしたい。しかしゴールデンファイターズは圧力をかけます。タイムアウト明け、果たしてどのような攻防になるでしょうか。タイムアウト解けます。さあ岡山がここで投じる策はどういったプレーか。岡山サードロング、さあ外へ振った、ロングパスを警戒し4枚のディープを構えました。ゴールデンファイターズの裏をかくように手前にいるレシーバーにパスを投じ、そこからキャッチアンドランを図りました。これによって前進していますが、しかしフォースダウンロングに変わります。さあここで岡山が投じる策はどういったプレーになるか。もちろんプレーを組みました、フォースダウンロングでギャンブル。ここでパスプレー、中央切れ込んだレシーバーへのパスでした。ディフェンスの流れの中、このパスを見事にレシーバーキャッチ、タックル受けながらもこれを確保し見事にギャンブル成功です。岡山ファースター、見事キャッチしましたな。岡山80番でした。80番のタクは高南大学出身。さあ相手陣11ヤードから岡山スタンディングウェアズファースター安定、失礼しました、ファーストダウントゥーゴールに訂正です。パスいった、しかし不成功。ここで中央切れ込んだ83番にパス、しかしわずかにタイミングを合わずパス不成功、セカンドダウンに変わります。さあ相手陣10ヤードからのセカンドダウントゥーゴール、3回でタッチダウンになります。さあ中央へ投げた、裏をつくようにラニー枠にボールを託しまして中央突破を図りますが、しかしこれはゴールデンファイターズ許さず、サードダウンに変わります。ここでホイッスル、ここで2ミートウォーニングです。ここで試合時間残り2分になりましたので2ミートウォーニング、後半の2ミートウォーニングに入ります。さあこのチャンスは岡山にとってはまさに天狗、何としてもものにしタッチダウンを取りたいところでもあります。しかし完封勝利を狙う、ゴールデンファイターズとしてはここは何としても阻止したいところ。さあこの2ミントモーニングは果たしてどちらにとっての吉報となるでしょうか。さあタイムアウト解けます。残り2分の状況です。岡山スタンディングベアーズ、相手陣10ヤードからサードダウン2ゴール、残り10ヤードの状況。フォーメーションを組みます。ショットガンフォーメーション、左に3枚トリプス、右にシングルの1レシーバー4ワイド、フェイク入った、右に流れるパスを投じる、パス不成功、プレイアクションからのパスでした。
クォーターバック右にネイキッドでのブーツチェックからそこにパスを投じ、内側から切れ込んできたレシーバーにパスを投じましたが、しかしコントロール合わずパス不成功、フォースダウンに変わります。さあ岡山フォースダウン2ゴール残り10ヤード、蹴りません、プレーします、タッチダウンになります。フォースダウンギャンブル、フォーメーション4ワイド、左トリップスバックライト、パスは飛んだ、タッチダウン、最後は1対1の勝負にいった。レシーバーディフェンスを振り切って内側に切り込み、タックル蹴つつこれを見事にキャッチ、そのままエンドゾーンに流れ込んでタッチダウン。岡山鮮やかなパスによりタッチダウンを上げ6点獲得となっています。そしてトライ4ポイント、プレーします、フォース2ポイントコンバージョン、2点を狙います。パス成功だが、しかしここでイエローフラッグ、反則発生です。さあこの反則果たしてどちらのチームの反則でしょうか。先ほどのペナルティが果たしてどちらにあったか、現在審判団協議に入ります。先ほどのシーン、スロー V の撮影にせはできておりませんでした、誠に申し訳ございません、YouTube をご覧いただいている方々はスライドバーで先ほどのプレーを振り返っていただければ幸いに思います。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、マイパスが浮いている間に相手選手を接触妨害したという反則です。この反則は双方ともに発生する可能性がありますが、今回はディフェンス側にありました。従いまして残り距離半分の反則を受けまして、トライ4ポイントやり直しという形になります。従いまして岡山トライ4ポイントにもう一度挑戦する形になります。さあ1ヤードの状況でのトライ4ポイントに入ります。やはり2ポイントになります。フォーメーション組みます。さあパスでいった、しかしこれは見事にカバーされました、パス不成功です。結果的にトライ4ポイント失敗となりまして、ゴールデンファイターズ46点、しかし岡山スタンディングベアーズ6点、タッチダウンにより6点返しております。大石さんメッセージありがとうございます。岡山グッドタッチダウン、見事なタッチダウンでした、私も、素晴らしかったと思います。ある意味作戦ではなく選手の個々の1対1の勝負に持ち込むワンプレーでした。どちらが勝っても仕方がないという状況、しかしレシーバー見事にこれを差し切りまして、しかもタックルを振りほどきてそのままゴールを確保しタッチダウンを取るという素晴らしいワンプレーでした。見事そのタッチダウンを挙げましたのは岡山スタンディングベアーズ17番の東でした。大阪体育大学出身のルーキーです。さあそしてその得点を挙げた岡山スタンディングベアーズのキックオフで試合再開となります。ここで岡山おそらくですがオンサイドキック、短いキックを蹴ると思われます。オンサイドキックはキックオフのルールを生かした自分たちが確保する特殊なキック方法です。キックオフのボールは10ヤード前進すればどちらも取れます。さあこれを、しかし裏をついた、奥へ蹴り込んだ、これは驚きました。あえてそのボールを確保するためのオンサイドではなく、それを警戒する相手チームの裏を突き通常の深いキックを蹴りました。この結果ゴールデンファイターズはリターンができない形で放棄しましてタッチバックとなりました。タッチバックとなった場合はゴールデンファイターズ側に自陣25ヤードからの攻撃という形に変わります。
ここはゴールデン岡山はあえて攻撃権を無理に奪う形を選択しませんでした。さあこの判断果たしてどのようになるでしょうか。ゴールデンファイターズファーストダウン10。右サイドでのランプレー、まずは右に振る形でラニマックにトスしまして右オープンへランプレーを展開しました。ラニマック42番スピードに乗って約3ヤードから4ヤードのゲインと変えています。ゴールデンファイターズ、ハドルを素早く組みました、ノーハドルで展開します。セカンドダウン6。さあ抜けていく、振り切った、ナイスラン、ファーストラン。今度はすかさずランプレーを繰り返しまして、今度は右オフタックル付近駆け上がり攻撃権更新果たしました。ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあチェーンがセットされましたら時計が回り始めます。ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあ今度は右に展開してから縦に上がりました。しかしディフェンス陣が群がりまして、ゲインは1ヤード程度にとどめています。ただし中で倒れたため時計が回り続けます。ゴールデンファイターズここでもハドルを組みません。サインだけで素早くノーハドルでプレーを展開しようとしています。どうやらゴールデンファイターズも得点を狙う模様です。ゴールデンファイターズセカンドダウン9。パス不成功。ここで奥に走り込んだレシーバーにロングパスを投じました。タッチダウンを上げた時同様、この競り合いに読みましてタッチダウンを狙わんというところでしたが、しかしこのパスをわずかに届かずパス不成功。サードダウンに変わります。前パス失敗ですので ここで一旦時計は止まります。ゴールデンファイターズサードダウン9。さあパスと打てる、しかし攻撃権更新には至っていない。中で倒れているため時計止まりますが、ここでホイッスル。ここでゴールデンファイターズが後半最初のタイムアウトを取りました。本来ならば、時計を進めず選択、攻撃を展開するのは現在、得点が劣っているチームが行う行為なのですが、ゴールデンファイターズさらに得点を狙わんと できる限り時間を効率よく進め得点を上げんと時間を刻んでおります。ここで後半のタイムアウトを自ら取りました。さあタイムアウトを解きまして、ゴールデンファイターズフォースダウン2プレーします。フォースダウンキャンプル。パス不成功。ここをパスで突破を図りましたゴールデンファイターズ。しかしここは岡山意地を見せました。パス不成功とさせまして4回目の攻撃失敗で攻撃権を取り返し、岡山スタンディングベアーズに攻撃権変わります。岡山ここは意地を見せました。さあ岡山残り8秒ですが、失礼しました、残り7秒ですが攻撃権を得ます。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。ランプレーを投入しました。
ここでホイッスル。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、ゴールデンファイターズ45点、岡山スタンディングベアーズ6点でゴールデンファイターズの勝利となりました。単独の堂々たる完勝といった形で表現させていただきます。攻守ともに圧倒し、特に中盤はディフェンス陣が得点を挙げる凄まじい攻守を見せまして、X2 久方ぶりの挑戦でした岡山を退ける形に成功しております。見事な戦いでした。岡山としては地元での開催 X の試合、なんとか白星で飾りたかったところではありますが、無念の結果となりました。しかし最後の最後まで相手を、なんとかせんという、その闘志あふれた戦いぶりは見事でした。ナイスファイトでした。ナイスゲームでした。本日は悪天候が、やや過ぎまして曇天の中ではありましたが、かえってアメリカンフットボールをやるにはふさわしい、気候であったかと思います。そうとも全力を尽くす素晴らしい戦いぶりを見せていただきました。現在の状況で出せる全力を私たちも見れたことを非常に嬉しく思います。ナイスゲームでした。本日の配信はこの1試合という形になります。こちらの方、長く中継をご覧いただきましてありがとうございました。多くの方からのメッセージありがとうございます。途中から読み上げることかなわず誠に申し訳ございませんでした。さまざまな格好で、これからもアメリカンフットボールをご紹介させていただくような配信をさせていただく、やっていこうと思いますので、機会叶いましたらよろしくお願い申し上げます。私の方は翌日に控えております9月23日の、同じく第2節の一戦になります、磯野スーパースターズ対ショーウェイブラザーズの一戦、王子スタジアムで行われます。この一戦も、同じく、協会の方の許可を得まして配信させていただく予定になっております。お時間かないます方々はぜひこちらの方でご視聴いただくか、あるいは会場でご覧いただければ幸いに思います。ぜひともよろしくお願い申し上げます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあその物語、本日はその何ページ目にあたる試合だったでしょうか。その続きを楽しみとしつつ、この物語の続きを楽しみとして本日の配信は終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボールの許可を得まして、その、公式サイトで配信させていただきました。その配信実施させていただきましたのは私道楽屋記者でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。